日本神奈川県鎌倉市鎌倉山山町付近から見た富士山方面の眺め、鎌倉山の桜並木鎌倉山ロータリー。鎌倉山は神奈川県鎌倉市深沢地域にある大技。現行行政地名は鎌倉山1丁目から鎌倉山4丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号248-0031。鎌倉市西部に位置する。 北は増田、西は手広、腰越,越、津、南は七里ヶ浜稲村が先、東は極楽寺と接する。山という地名が付けられているが、標高100メートル程度の丘陵である。ほぼ全域が山林となっているが、道路沿いを中心に住宅が点在している。鎌倉山内の主要な道路には、多数の桜が植えられている。桜の開花シーズンともなると、桜を見に来る。 ハイキング客で賑わうようになる。また鎌倉山の神社がある山頂付近からは七里ヶ浜の海、江ノ島、富士山、逗子マリーナや三浦アルプスなどを見渡すこともできる。この辺りからは極楽寺方面と稲村ヶ崎へ抜ける山道も存在し、以前は鎌倉から手広方面へ抜ける近道としても徴用されていたが、昭和30年代頃に、 周辺の交通路が整備されたことによって使われなくなり、現在は、廃れている。鎌倉山には、国道、県道は通っておらず、指導大船西鎌倉線と、神奈川県道32号、藤沢鎌倉線上番口交差点より増えを経由して、指導大船、西鎌倉線へ交流する、約3キロメートルほどの指導が主要な道路となっている。指導大船、 西鎌倉線と桜道との交点北緯35度19分23.8秒、統計139度30分48.2秒には、鎌倉山ロータリーと呼ばれるロータリー式交差点が設置されている。住宅地の地下は、2017年1月1日の工事地下によれば、鎌倉山3の16の24の地点で17万。鎌倉山という名前が見える。最も古い資料は、 万葉集に収録された歌とされている。その後も、平安時代、鎌倉時代にかけて、鎌倉山という名称が様々な資料に登場するが、これらの鎌倉山はあくまでも、鎌倉の山という意味で使われており、特定の山を指すものではない。この地を限定して、鎌倉山と呼ぶようになるのは、昭和初期、実業家の菅原潰祭が、深沢村裏の丘陵を、 鎌倉山と名付けば装置として開拓して以降のことである。1926年に大船江の島自動車専用道路建設が政府から許可されると菅原らを役員に日本自動車道株式会社が設立され副業として沿線地の開発が始められた。菅原がドイツ人の貿易商クルトマイスナーからこの給料からの景観がいいことを教えられ、 別荘地開発に着手、1929年に分譲が開始された。当時の大技としては増えた及び腰越,越、津にまたがる地域である。電線の地中化など高価格となるような施設工事は行われることなく、坪単価は安かったが、分譲にあたっては、大船鎌倉山江の島間を結ぶ自動車、専用有料道路による東京への高アクセス、上水道、電気、 電話完備など便利さを強調し、さらに最低分上区画を500坪とし、高級別荘地であることをアピールした。こうした高級感を強調した売り込みが功を奏し、このエフミマロ藤原義恵など政財界、芸能界の著名人の一部が別荘を買い求めた。しかし、彼らは別荘地を所有する鎌倉山住宅株式会社の株主であり、 それ以外の一般の分譲販売は全く振るわず、ほどなくして同社は、倒産、負債整理のため、箱根土地株式会社から西部へと転売された。戦後、別荘の多くが新中軍に接収されて錆びれたが、高度成長期以降に住宅地として再開発された。1985年には、笛田、腰越,越、津から分離し、鎌倉山市から四丁目として、 住居表示を実施した。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鎌倉山ロータリー付近の鎌倉山バス停より、鎌倉駅方面、大船駅方面、江ノ島方面へ向かう京浜急行バスが出ている。また、付近を湘南モノレールが走行している。建設にあたっては、 鎌倉山付近を経由する予定だったが、当時の付近住民の反対によりトンネル通過になり、鎌倉山エリアに駅はない。最寄りの駅は西鎌倉駅になる。ありがとうございます。